最後の方にね、ちょっと撮っておきたいと思います。それにはね、ちょっと理由があってですね、なかなかここで言うにはもったいないんでね。はい、どうも。今回はですね、また前回から引き続いて、SD ガンダムバインド、第5弾、マイソロジー、ポセイディア上陸編の紹介でございます。では早速ね、ミニブックの方でラインナップを確認していきましょう。まず、41番、ゼータガンダム。42番、ガンダムバージョン2。43番、ガンダムアレックス。44番、ズダ。45番、ギャプラン。そして、バインドコーナーでございます。46番、バインドジオング。47番、バインドクロスボーンガンダムフルクロスですね。そして、48番、バインドガンダム試作1号機。49番、スーパーガンダム。そして、今段の最後が、50番、バインドリックディアスでございます。それではですね、早速、造形の方を見ていきましょう。はい、組み上がりました。それではですね、造形の方を見ていきましょう。まず、ゼータガンダムですね。これはまあ、あれですね、カミーユの、まあ、専用機なわけなんですけど、まあ、造形はかなりしっかりしていて、バックパックのね、彩色がちょっとないのがね、もったいないところなんですけど、基本的に機体の彩色はね、割かし細かく分けられてると思います。ゼータガンダム。そして、ガンダムバージョン2でございます。まあ、こいつはですね、普通に新規造形の意味でのバージョン2だと思うんですよね。まあ、第1弾で出てきたガンダムよりもですね、まあ、わりかし全体的なフォルムがシュッとしたかなって思います。ガンダムアレックスですね、まあ装甲をパージした状態になっております。こんな感じ。ズダですね、こいつもなかなか、いい造形をしてもらっております。まあ、どれだったかな、まあ、こいつはバックパックがね、ちょっと特徴的で、なんだったっけな、土星エンジンだったかな、なんかそういうのを持ってますよね。土星エンジンどうだったかな、僕ね、こいつのことはね、あんまり知らないんですけど、ガンダムブレイカー3でね、土星エンジンにはよくお世話になってました。こんな感じです。で、ギャプランですね。まあ、第3弾だったかな。あれで、まあ、バインド隊として出てきた、このギャプラン君はですね、ようやった通常の造形デビューというか、こんな感じでね、ラインナップされてます。そして、ここからはバインド隊の紹介になります。まず1体目、バインドジオングですね。こいつは頭パーツが、バインドパーツとなっております。わりかしね、ジオングもね、結構なんて言ったらいいのかな、通常の機体というよりはモビルアーマー寄りの感じなんでね、すごいこうゲテモノ感が出てね、ぴったりなパーツ選択だと思います。バインドクロスボーンガンダムフルクロスですね。こいつは、左腕がね、バインドパーツになってて、ちょっとね、フルクロスなのに、こうやってね、左腕部分が、バインドパーツになっちゃってるせいでね、少しばかり右より寂しいことにはなってるんですけど、かなりね、こいつはこいつで、いい造形してもらってますね。顔の部分もね、かなりいい感じですね。はい、バインドガンダム、試作1号機でございます。まあ、こいつは、バインドパーツがこんな風にね、右腕になってますね。拳を握り込んだ状態、なんか気持ち聖剣好きっぽいですね。まあね、個人的に言えばですね、このガンダム、まあ試作1号機より僕は2号機のね、サイサリスが好きです。
な感じ。そして、バインドスーパーガンダムですね。こいつは、バインドパーツがバックパック部分になってるんですけどね、このバインドシリーズでは珍しく、こういうね、通常のパーツがバインドパーツにくっついてるっていうね、珍しい作りになってるんですよ。これね、まあもしかしたらですけど、違うのかもしんない。ああ、ちょっとね、わかんないです。一応ミニブックの通りに、作ってるんで、もしね、違ったら違ったで、ご指摘いただければ幸いでございます。まあこんな感じですね。そして、本日最後、バインドリックディアスですね。こいつもね、何弾だったかな、第4弾でね、通常のラインナップに来ていた機体なんですけど、バインドデビューしました。こいつはね、バインドパーツ、右腕かと思いきや武器ですね。こんな感じでね、バインドパーツをね、武器にして使っております。どんな感じでね、これ使うんだろう。無知的な感じか。まあね、パーツは基本、前回ラインナップされたものとね、流用だと思うんでね、そんなに違いはないと思います。こんな感じ。そして、恒例になってまいりました、このね、バインドパーツたちが揃うことによって、このね、裏側のこのマイソロジーがね、完成するわけです。そいつが、こちらです。はい、こいつが今回のマイソロジー第5弾、ポセイディアでございます。なかなかね、生物感があっていいですよね。3弾、4弾、5弾は、こんな感じでね、生物寄りのものになっておりますね。いや、違うな。4弾がケンタウロスか。あれは幻獣系で、2弾、3弾、5弾が、まあ、こんな感じのね、まあ、生物っていうかね。こいつは、なんだろうな、ネッシー的な感じの造形ですよね。なんて言ったらいいのかな、ネッシーの元ネタというかね、恐竜がいるんですけど、ナンタラサウルス、プレナンタラですよ。ドラえもんにも出てきたやつなんですけどね、忘れました。まあでもね、なかなかね、造形素晴らしいですね、こいつも。で、リック・ディアスが持っていたね、武器はね、こんな感じで尻尾になってます。ちなみにここにね、バインドガンダム恒例の、見えるかな。まあね、顔があるんですけどね。無理か。ちょっと難しいな。これね、顔ね。はい、こんな感じでした。はい、皆さん、いかがだったでしょうか。今回のね、バインドガンダム第5弾、マイソロジーポセイディア上陸編でございました。なかなかね、今回の弾もね、すごいいいラインナップされてると思います。特に、やっぱりね、バインドシリーズの中でね、このクロスボーンガンダムのね、フルクロスがまあラインナップされてるのがね、個人的にはすごく良かったなって思います。わりかしですね、このドクロのエンブレムもしっかり造形されてて、胸の部分もね、どうだろう。あ、カメラじゃね、見えんだろうな、これ。しっかりね、ドクロ造形されてるんですよ。めちゃくちゃね、細かい仕事してますね。ほんとね、これはすごいと思います。まあ、なんだかんだでですね、こんな感じで、まあ、5段まで来たんですけど、まあ、いつかね、言ったように、まあ、この1段から5段までのね、パーツをまた使うことによって、新しくね、1体作ることができるんですよ。この、バインド系の機体をですね。ただ、それはですね、まあ、最後の方にね、ちょっと取っておきたいと思います。それにはね、ちょっと理由があってですね、なかなかここで言うにはもったいないんでね。まあ、楽しみにしておいてください。次はね、まあ、第6弾なわけなんですけど、まあね、ラスト、残り2弾。楽しみにしておいてください。この6弾はね、このバインドガンダムシリーズの中でも、かなりね、ゲテモノチックな造形物になってるんでね、しっかりね、次も、ちょっと視聴していただければと思います。それでは皆さん、最後までご視聴していただきありがとうございました。またね、動画上がりましたら最後までお付き合いしていただけると幸いでございます。それではですね、皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ま、最後は恒例のね、この、バインド、マイソロジーでお別れしましょう。やっぱりね、怪獣系かっこいいですよね。キーパーまでしっかりついてる。
最高。それでは